で国賓として訪問してくると当然天皇陛下も会わなければならない。それは日本の皇室に対しても皇室も傷つけることになっちゃうという可能性十分あるので、だから日本は私個人的な意見としては、まあ法律はやっぱりね、もう永遠に棚上げにしておいた方がいいですよ。でその一方、安倍、レガシーの、まあ、というものを継承して日米豪印の連携を強化する、アジア太平洋地域のいろんな国々あるいは EU の国々の連携を、強化するのは、それが、まあ、まず日本の菅外交の今後やっていくべきことであって、あとはもう一つね、やっぱり日米同盟としてはね、中国の台湾の軍事冒険には特に要注意です。というのは今さっきも話したようにね、中国指導部がこの台湾場による台湾独立を進めるのではないか、という動きに対してすごく危機感を募らせて、しかもこの問題に関しては中国共産党の偉いさんたちが結構ね、まあ、コンセンサスができている、まあ、絶対許さない、そういう考え方であって、場合によって台湾、しかも習近平政権からすればいつまでもね、台湾問題、彼たちの言い方からすれば台湾問題放棄してはいけないし、まず第一ね、習近平政権にとっても共産党政権にとっても台湾併合が彼たちの、まあ、絶対的目標ですわね、絶対達成しなければならない目標であって、まあそういういろんな意味において場合によって習近平政権は台湾に対して限定的な軍事行動に出ていく可能性もあるし、じゃあそれでアメリカと反応するか、場合によって日米同盟もそれで何だかの形でこの紛争にね、入っていかざるを得ない、というのは台湾も日本にとって非常に重要な地政学的なそういう存在であって、ある意味は日本の安全保障にとって台湾の独立が欠かせない大事な要素ですから、いやそういう意味では今後ね、一つは日本としては習近平の須藤化外交に要注意ですけど、もう一つね、そういう軍事的冒険にもね、日米同盟として、それは注意深く中国の動向を見守って、でそれ戦略的対策をまあ講じていく必要があるのではないかというのは、今日の話の、まあ、2つのポイントです。まあ要するに、ね、習近平に要注意ですよということでございます。今日もまた、ご視聴ありがとうございました。でまたいつものお願いですけども、この番組にまだ登録されていない方は、もしよければぜひチャンネル登録を、していただけたら、まあ、幸いと存じます。また今後ともよろしくお願いいたします。